アメリカ合衆国ニュージャージー州生まれの女優、キューバ系。父親は劇作家、俳優でオフブロードウェイで劇団を主催していた。エリザベス・ペーニャは1959年にニュージャージー州エリザベスで生まれたが、両親はキューバ人で8歳まではキューバで育ち、その後、一家はニューヨークに移り住んだ。1988年、ペーニャは ウィリアム・スティーブン・キブラーと結婚したが、ほどなく離婚。後に、ハンス・ローラと1994年に再婚し、フィオナとカエランという二児を産んだ。2014年10月14日、ペーニャはカリフォルニア州ロサンゼルスのスイーダーズ災害メディカルセンターで死亡した。死因は、その後、アルコールによる肝硬変であると報道された。 肝硬変による急性の消化器官出血を発症し、それが数時間後の心停止につながった。と、55歳没。2014年10月末、NPR の音楽番組、ALT ・ラティーノは死者の日特集の放送において、エリザベスペーニャの死に言及し、同じく2014年1月に亡くなったカルメン・サパタと、共に、 ハリウッド一のラティーノに対するステレオタイプを打破するためにハリウッド一で抵抗し戦い更新のラティーノの才能がハリウッドに進出する道を切り開いた女優の一人であったと評した。ありがとうございます。